ご覧のとおり2022明治安田生命 J2 リーグ第41節 J2 グループスペシャルマッチ、ザ・サクサク群馬対岩手グルージャー盛岡戦は5対1でザ・サクサク群馬が勝利いたしました。なおこの結果により勝ち点3を得たザ・サクサク群馬、J2 残留が決定いたしました。後半14分、背番号10クリスティアーノ選手のゴールでした。